ジャック大宮は埼玉県埼玉市大宮区西木町にある複合ビル。正式名称は大宮情報文化センター。大宮駅西口に位置し、地上18階、地下2階建てで、プラネタリウム、オフィス、店舗、貸会議室などで構成されている。大宮市によって建設され、1987年に、竣工現在は、 財団法人埼玉市都市整備校舎が運営する。建物の外周を埼玉新都市交通入シャトルにオメガ字型で囲まれている。毎年6月第1日曜日の深夜時間帯5時頃はビル内法廷点検のため停電となり、エレベーターも使用不可となる。開館当初より設けられている公共施設。 埼玉市教育委員会の生涯学習部の所轄で2018年3月まで財団法人埼玉市文化振興事業団が運営。2018年4月からは株式会社後藤工学研究所が指定管理運営を行っている。2001年5月の埼玉市発足までは大宮集中劇場の名称であった。同市内にはプラネタリウム施設の 埼玉市青少年宇宙科学館があり、当施設と連携している。宇宙飛行士の若田光一が大宮市出身であることから、小規模な常設展示なども行っている。主な設備は3階のプラネタリウムであり、直径23メートルの巨大ドーム型スクリーンに約1億個の星が写しで出すことができる最新型光学式、プラネタリウム。 ケイロン3でオリジナル番組や様々解説員による生解説の星空投影、イベント等が行われている。他、貸詞会議室、貸し集会室の運営等も5階にて行う。ありがとうございます。